はいどうも沼田です。はい、先月中旬にね、泊まったホテルがすごく良かったので、まあちょっとねご紹介したいと思います。ホテルリリーフ札幌すすきのというところなんですけれども、まあ、場所的に言うと中島公園にあって、お値段もね結構安い部類に入ると思うんですよね。チェックインから夕方夜にかけて、パンがね、振る舞われるんですよね。焼きたてのパンが。ドリンクももちろん無料なんですけれども、パンがね振る舞われて面白いですよね。さらに、ソフトクリームも無料と、ラウンジが10時ぐらいまでやってるんですかね。このソフトクリームなんかね意外と美味しいんですよね。甘すぎず、なのでパフェとかいらねえなってま宿泊中に思ってましたね。全然パフェ食べる気にならなかった。はい、それとね安いホテルなのに、ね、すっごくおしゃれですよね。時計とかがあって、でまあウォーターサーバーもあるんで、ウォーターサーバーでコーヒーとか、紅茶もね飲めるという、こっちのウォーターサーバーはね結構遅くまでやってたんですね。まあラウンジよりは遅くまでやってたかな。はい、でみんな大好き大浴場ですよね。まあ、これもありがたい、これも僕好み。そしてね漫画の蔵書が半端ないんですよ、ここ。いや本当にねメジャーどころからマイナーなね漫画までねすんごいあるんですよ。いやこれはねやばかったですね。これだけで泊まる価値あるなと思いました。はい、もう ほぼね満喫ですよね。おしゃれな満喫、おしゃれなのかどうかわかんないですけど、まあ、おしゃれな満喫ですね。まあホテルの部屋自体はそこまでね、まあ古くもなく、ホテルの部屋はまあこと足りてる感じで、まあそんなにね、嫌な感じはしなかったんですけれども、 Wi-Fi だけがちょっと弱かったですね。なんか Wi-Fi の工事したみたいなんですけれども、あんまりね僕はあんまりその強さはあんま感じなかったですね。はい、でですね朝食なんですけど、パンビュッフェがメインですよね。本当にねパンは種類あるんですけど、パンとねもうそれ以外はほぼ同じなので、まあ、正直ちょっと飽きましたね。でソーセージと目玉焼き、あとスープが2種って感じですか。それともう本当に、サラダ、ヨーグルト、シリアルぐらいなんですよね。ちなみに朝ソフトクリームは提供されてませんということでね残念なんですけども、以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。